探してる人がいるんです。ロシア、ウラジオストク。一人の男を探す女。私、彼のことあまりよく知らないんです。誰？ロシア人？日本人です。男とは東京で一度出会っただけに過ぎなかった。彼女はなぜ彼を求めるのか。松永さん。この人も松永さんと一緒にいた人です。多分あそこはマフィアの密売品保管庫だ。松永さんはそんなもの。いや、彼もきっとそれが目的なんだと思う。力が欲しいの。騙されたのか。ラスプダーニア、ウシボバムハロシュバ。セブンスコード。